OK, uh whoa how you well this is all my Chinese. So,、uh, あとは日本語で話します。Uh, I'm not going to talk about the、uh, media studies. I'm sorry. So, we reached the consensus.

でえー、韓国は世界最低になりまして今合計出生率が0.72日本はなんと1.26、えー、本当に子どもが生まれない国になりましたで中国のデータを見ましたら、えー、中国も本当にどんどん下がっています、えー、1.28で一人っ子政策はなくなりましたが、えー、子どもは生まれない状態ですねで他方で 高齢化はどんどん進んでいます。でえー、日本は高齢化の、まあ、最先進国と言っていいですね。でえーまあ、急速にあの追いかけているのが、えー、韓国と中国で、えー、中国はこの状態で急速に高齢化が進んでいます。で人口高齢化率7%までが高齢化社会、14%になるとただの高齢社会。 21%を超すとえ超高齢社会スーパーエイジングソサイエティなんですが日本はもうそうなっています。で死ななくなったのは大変いいことでそれはその社会の衛生水準栄養水準医療水準が えー、も,うもう一つ介護水準が向上した証ですから私たちは歓迎した方がいいのです。で、まあ、その中で、えー、日本はどうなったかというと、えー、出生率が、えー、どんどん下がっておりまして、えー、もはやもう人口はピラミッドではありません。こ、え、こ、ー、こういうい形になりまして、えー、ここが えー、敗戦後すぐのベビーブーマージェネレーション私はここに属しますでその子どもたちが、えー、ベビーブーマージュニアでそれでそこからあとはも,うもはや子どもは増えませんで、まあ、それで、えー、人口減少には一回 以下の理由があります。1つはあの自然増減もう1つは社会増減なんですが、えー、出生率は自然増減ですねでその原因は次の3つの要因に、えー、ブレイクダウンできます、えー、1つは婚姻率これは下がる一方ですでもう1つ婚姻内出生率、えー、これはずっと横ばいだったんですが、えー、今低下し始めました でそれから婚姻外出生率は日本ではほとんど、えー、亡きに等しい状態です。で、まあ、こういう状態なんですけれども、えー、あの少子化をめぐって日本社会ではいろんな社会学的研究ができました。で、えー、今政府は少子化を大変憂いていますので、えー、このテーマはあの研究費が取りやすいおいしいテーマなんですね。 で答えはこう出てます。なぜ子供が生まれないか。なぜなら結婚しないか。なぜ結婚しないか。なぜなら損だから。で、男はお金の自由を失い、女は時間の自由を失う。えー、結果として、えーあので、妻子を養わなければならないとか、あるいは、えー、夫と子供を優先しなければならないという。 保守的な結婚観を持つ男女ほど結婚する確率が低いということが分かりました。で、えー、結果として、えー、男は結婚できない、女が結婚しない。で、でえー、あのかつて結婚は、えー、女性にとって生活保障罪でしたが、えー、今ではそうではなくなりました。 でえー、それと同時に結婚圧力に対する社会的規範が弱まりました。でえー、これは一昨年の日本の、えー、男女共同参画白書、ホワイト・ペーパー・フォー・ジェンダー・イコーリティなんですが、えー、それで言いますと、今から40年前、夫婦と子供からなる世帯がトップにあったのが、えー、今ではなんとお一人様世帯ですね。これが トップに躍り出ました38.0%、えー、私はお一人様ブームを起こしたものの一人なんですが、えー、私のようなお一人様が大きい顔ができるようになったのは、えー、数が増えたからですねで、まあ、それで、えー、理由は、えー、このピンクのところが有配偶率、えー、配偶者がいる人の割合なんですが、えー、一方で結婚しない人が増えもう一方で、えー 離婚死別者が増えていったというこういう状況です。で、まあ、そうなると一生結婚しない人がどんどん増えていまして、えー、中国でも増えていますが日本では今日、えー、大変な数になりました。男性の4人に1人、えー、女性の6人に1人が、えー、一生結婚しない。で、まあ、そうなるとこういう人たちは えー、もはやあのいずれ結婚する人ではなくて、えー、シングルルラライイイフフいうもののがライフスタイルの一つに、えー、なりましたで、まあ、それで、えー、とても面白いデータが出たんですが、えー、じゃあ,あの結婚する気があるかというと今の日本の20代男性の3人に2人、えー、女性の2人に1人に、えー、配偶者もいなければ恋人もいない。 ということが分かりましたで、あのその上ですね、えー、誰とも付き合ったことがないし結婚願望もないという人が増えてきましたえー、おそらく中国でも同じだと思いますで、結婚圧力というものの社会的規範の力が、えー、だんだん弱くなってきたというふうに 考えられますで結婚したくない理由は、えー、いろいろなんですけれども、えー、女性にとっては結婚はコストやリスクになってきている、えー、結婚するだけのインセンティブが働かなくなってきたというふうに考えられます。でその背後にはです、ねえー、あの女も 働かなければならないっていう現実が、えー、日本で起きてきていますで、これがダブルインカムハウスホールこれがシングルインカムハウスホールなんですが、えー、完全に割合が逆転いたしましたで、えー、結果どういうことが言えるかって言ったらあの勝手の日本はですねサラリーマンと専業主婦の社会だというふうに皆さんがと思っておられたかもしれませんが その時代は完全に終わりました。で、えー、ただしですね、えーまああの、その理由は何かって言ったら、男性の、えー、所得が増えあのどんどん減少しているからです。えー、かつてのピーク時に比べるとですね、えー、年収で100万ぐらいの差があります。その男性の年収が減った分を女性の働きで、 埋め合わせなければならない、で日本はあの皆さん方も報道機からだと思いますが、えー、平均の所得がどんどん減ってきています。で、これ見ていただくと本当にびっくりするんですけれども、えー、あのもう韓国よりも、えー、日本の平均所得が減ってきています。 でえー、あのベトナムにも抜かれつつあるというふうに言っていますから、えー、日本にわざわざ出稼ぎに来るだけの、えー、メリットがなくなってきているかもしれません。まあ、それでじゃどんな男が結婚するかというと、えー、これは男性の年収です。30代の男性の年収と、えー、結婚確率は見事に相関しています。 でこれが結婚してる人、これが恋人がいる人、えーまあ、ですから、えー、お金のある男性は結婚できるが、えー、そうではない男性は、えー、結婚もできなければ、恋人もいない、えー、というあの、これがもう、えー、リアルな現実ですね。で、えー、日本は今、非正規雇用者がどんどん増えていますけれども、男性を見ますと、えー、こちらが正規 雇用者これが非正規の人たちで,すでまあそうなると、えー、正規雇用者の人たちに比べて非正規の人たちの結婚確率が非常に低いしたがってやっぱりあの仕事とお金のない男性は結婚できないという状況ですねこれが日本で起きていますでこれこのデータが大変面白いんですが日本の女は 働き者ですで、えー、この赤が日本、えー、これがヨーロッパこれがアメリカですけれども、えー、あの日本の女性10これはあの生産年齢人口といいます15歳から64歳までの働ける年齢の女性の何パーセントが働いてるかというと、えー、あれよあれよとヨーロッパを抜きアメリカを抜いて今 えー、働ける女性の10人に7人が働いています。で、もうほとんど働ける人は誰でも働いてると言っていいぐらいです。えー、ただ問題はですね、この女性の働き方が、えー、非常に不利な働き方だということなんですね。で、えー、もう今から40年前からですね、えー、非正規雇用の増加率を見ますと、 えー、男女ともに増えていますが女性の増え方が大きいですで。大体今半分以上の女性が非正規で働いています。で、えー、男性も非正規の人が多いですが男性は2割ぐらい。で、えー、覚えておいてください。日本の女性の10人に7人以上が働いているがそのうちの半分以上が 非正規雇用であるということですね。えー、これが日本の現状です。でもう一つだけネ、えー、グリジブルだと言ったあの婚外子出生率ってどうなってるか。えー、あのヨーロッパにおいては婚外子出生率が非常に高いです。で、それが激減するのが日本や韓国ですね。えー、日本や韓国では。 基本的には結婚しない限り子供を産まない結婚の外でできた子供は、えー、中絶をするという、まあ、そういうような慣行が出来上がっている、まあ、それというのも、えー、婚外子があの非常に不利な立場に置かれるからなんですが、えー、こういう状況になっていますで、まあ、こういう中でですね、えー、女性は確かに変化しました。 でこれは出生率にどんな影響を及ぼしているかというと結婚しなくなったことによって出生率が下がりましただから結婚年齢が遅くなったことによって、えー、これも、えー、出生率が下がりました今平均初婚年齢は女性が29歳男性は30歳です、えー、この晩婚化は中国も同じですね で女性は高学歴化しましまたで。この高学歴化は出生率を低下させるという言われてきたんですが最近は逆の方向が出てきましたえむしろ高学歴女性の方が子どもをたくさん産むというような傾向が出てきましたそれから女性が働くと出生率が減ると言ったんですがこれも逆の傾向が出てきました でまあ、それと、えー、男の学歴と収入が、えー、子どもの数と相関する、えー、ですからかつては貧乏人の子だくさんと言われたんですが、えー、今は逆の傾向が起きています。でこれが 女性の就労率、こっちが就労率ですね。で、これが出生率。で、これを、えー、プロットしてみますと、大体こういう相関関係にあって、これが日本です。で、これが韓国です。で、えー、中国のデータ、ここにプロットしたいんですけれども、えー、で、大、え、体、ー、まあの、かってはですね、女が働きに出ると、 子供は産まなくなると言われてきたんですが、それがもう完全に逆転する傾向にあります。で、えー、日本もですね、えー、女性はあの子供を結婚しても子供を産んでも仕事を辞めなくなってきました。これが第一子を産んだ後の離職率ですが、2000年代ぐらいまで働く女の大体6人が、 子供を産んだら仕事を辞めていましたで。それが激減したのが2000年代になってからです。でこれはやっぱりリーマンショックのような経済危機があったせいで、女性は仕事を手放,さく手放さなくなりました。ただ問題はここなんですね。ちょっとぼんやりしてごめんなさい。これは正規雇用の女性です。で正規雇用の女性は今、4人に1人が仕事を辞めなくなりました。 やっぱり仕事ににししがみつくようになりましたねで、えー、あのところがこれが非正規の女性、えー、この人たちは、えー、60%以上の人が仕事を辞めざるを得ないという状況です妊娠しましたって上司に告げたら非正規の女性は妊娠が理由で辞めさせられることはありませんが雇い止めとか期間満了で辞めさせられます。 で日本の企業には、ですね育児休業制度っいうのがありまして、これ、とてもいい制度で、生後1年間、有給で育児休業が取れます。この制度はアメリカにはありません。日本が作ったとてもいい制度なんですが、これは今、ですね条件に該当する女性の8割が育休を取っています。 で今の若い女性は、権利意識が強くなりましたので、えー、堂々と取ります。えー、ただ、問題は男、これ男ですね。男が取らないんですけれども、えー、一番最新のデータだと、男性の育休取得率17.3%トという数字が出ました。えー、と思ったんですが、えー、その17%の中には、3日から45日まで。 えーの育児休業もカウントされていますで、えー、まあそういう中でですね母親になった女たちがどんな経験するかってことなんですねで最近の研究ではチャイルドペナルティとかマザフッドペナルティとかって言われてですね、えー、あの愛した男と結婚して進んで母になってみたのにまさかこんなことがっていうような 大変な思いが待っていた、まあ、それが、えー、長期にわたって続く、これを子育て罰というんですね。で、それはまず、えー、父親が、えー、働き方がかか変わらず、えー、育児に参加しない。で、日本ではあの、夫が妻の育児を手伝うという言い方をしたら、えー、今の若い妻たちは怒ります。 えー、手伝うとは何事か、えー、自分も当事者ではないかと、だから参加するというべきですね、えー、それで、えー、あのにもかかわらず、実際には、えー、ほとんどワンオペレーション育児と言います、えー、妻が一人で子どもを育てなきゃいけないという、密室育児の状況が変わっていません、えー、それから保育所は、えー、非常に狭き門です。 でそれで、えー、待機児童問題っていうのもありますし、えー、保育所はあるけれどもお金がかかります。で、まあ、そうなると、えー、こういう、えー、反応が日本の若い女性の中から出ました。保育所落ちた日本死、ね、でもこのおかげでですね、えー、あのこれが政治問題になって。 えー、日本では待機児童問題の解決に向けて動き出しましたけれども、まあ、基本的にはなぜかというと出産育児は自己決定自己責任である、えー、ですから産んだあなたが、えー、責任を負いなさいということになるでしかも、えー、社会全体が子どもに冷たい社会です。 えー、ベビーカーを押して外に出たら、えー、白い目で見られるとか、えー、子どもの声がうるさいから自分の家の近くに、えー、保育所を作ってくれるなという反対運動が起きたりします。でそれでもう一つはじゃあこういう中で、えー、それでも頑張って女の人たちが働き続けるというのは一旦やめたらですねあの生涯にわたって損失が発生するからです。 でえー、障害年収にわた、えー、って2億円損をするということが分かるとですね、えーあの、これは夫にとっても妻の所得が一生の間に2億円減るっていうのは大変大きな損失です。でですすから最近ですね えー、若い男性の、えー、妻の魅力、妻にしたい女性の魅力の中に、要望体系、それから家事能力、えー、だけではなくてですね、家督力、稼ぐ力というものが入ってきたというのが新しい傾向ですで。こういう状況を生み出した背景に何があるかというと、政治があります。でこれが えー、日本における男女平等法制の年表なんですが、えー、なかなかあの頑張ってきたということは分かりますで、えー、95年に国連北京女性会議がありまして私も行きましたで、えー、一応ですね、えー、社会国際的に見てそれなりの法的な整備をしてきたにもかかわらず 私たちのあ、ま、周りにあまり実感がないのはですね、これらの法律がほとんど罰則規定なしの実効性のない、えー、名目法ばかりであるということによります。で、もう一つ大事なことはですね、同じ時期、全く同じ時期に日本の労働法制がどうなったかというと、えー、85年、 男女雇用機会均等法というものができたのと同じ年に、労働者派遣事業法というものができまして、えー、こうやって、えー、こちらの男女平等法制の整備と、えー、こちらの労働法制の規制緩和というものを見比べてみますと、同時期に進んできたということがよく分かりますで。何をしてきたかとというと 結局はですね、女に働いてもらいたい。だが、都合よく働いてもらいたい。したがって、雇用の規制和を続けてですね、非正規労働者をどんどん増やしてきたという、これが政治がもたらした一つの選択でした。それで、 じゃあどういうことが起きたのかということはですね先ほどの白書の著者がこんな風に書いていますこれは引用です税制社会保障制度企業の配偶者手当といった制度や判行が女性を専業主婦または 働くとしても家計の補助というモデルの枠内にとどめている一員ではないかと考えられるとこの白書の著者は書いています。でそれはなぜかというとですね、えー、日本では、えー、一定以上の,、えー、の収入をあの、えー、女性にあの、えー、が得ると非、えー、扶養者ですね夫の非扶養者から外れて えー、税金の上でも、社会保障の制度上でも、損をするという制度を作ってきたのですね、でまあ、あのこういうものをですね、あの私たちは、えー、専業主婦優遇策と呼んできたんですが、まあ、実のところは、えー、女性がそのことによって、えー、働くことを禁止されてきた、あるいは抑制されてきたといえます。 今でも、えー、例えば妻がですね外に働きに出るときに夫の許可を得て働きに出たっていうことがあります。で、許可をする前は禁止していたことになります。で、夫一人が禁止していたというよりも、えー、制度や、えー、政策そして、えー、夫たちも含めて寄ってたかって、えー、女性の就労を抑制してきたといえます。 で結果は、え貧乏ばあさん問題っていうんですが、えー、働いても非正規労働で、低賃金で、ずっと貧乏で、えー。低賃金は低年金につながりますので、老後も低年金で貧乏。で死ぬまで貧乏っていうのが、日本の、えー、女性たちのマジョリティの、えー、運命でした。 で、これが、えー、政治が作った人災ですね。で、あの85年という年は何だったのかっていったらですね、えー、これはあの私の本で、えー、雇用機会均等法というものができてから30年間、えー、使用者側にやられっぱなしだったということに、えー 悔し涙にまみれてですね、えー、痛恨の思いでそれを振り返った本なんですが、えー、今から思えばあの85年という年は、女性の分断元年、貧困元年、女女格差元年と、えー、いうことができます。で、この辺りから女性は3層に分解しました。男並みに能力のある人は男並みに使い倒す。で、えー そんなことできないという人たちは女並みの二流の労働力に甘んじてもらう。で、えー、育児と介護を担った女性には、えー、最後にほんの少し、えー、年金を上げてご褒美を上げる、えー。この3つに分かれてきたわけですね。で、おそらくあの中国の女性たちも同じような変化を経験してるというふうに思います。で結局守ったのは メールルブレッドウィナーモデというもんですねでこれまで、えー、性別役割分担というのは男は100%仕事、女は100%家庭だと思われてきたのですが、私たちが今経験しているのは新性別役割分担というものです。男は相変わらず100%仕事、女は、えー、相変わらず100%仕事に加えて、 家計補助型の外の仕事ですね。えー、まあそれで、えー、こういう改革を進めてきたのがネオ・リベラリズム政権というものなんですが、えー、ネオ・リベラリズムが女性に求めるものは埋め育てろ働けです大変な目にあ,あ,のあってるわけですね。まあ、ですから、えー、こういう改革ネオ・リベラリズム改革というものは 日本だけではない、世界各地で起きていますが、結局のところ、女性の労働強化、えー、労働時間の長時間化によって支えられているというふうに言えます。で、これを経験している今の母親世代を見た若い娘たちが、お母さんたちは大変だ、あんなことやってられないというふうに思うのも、えー、無理はありません。で、えー、まあ、その中で、 女性が活躍する企業は、えー、一体どういう企業かというと、えー、ここのところあのいろんな、えー、比較研究が出てきましたで女性を積極的に登用し男女に関わりなく人材育成し女性にも創造性の高い仕事を与えセクハラ対応を周知し女性の正社員比率が高く それから管理職の女性比率が高く35歳になった時の男女賃金格差が小さい企業ほど、えー、利益率が高いという、えー、こういうデータが出ています、まあ、そうすると、えー、女性を活躍してもらった方が、えー、企業にとっては経済合理性が高い とということががかってるんですが、えー、日本の企業はなかなかか変わりませんでその日本の企業は非常に、えー、性差別的な企業です、えー。これの反対だと考えてください。でそのつけを日本の企業は支払わなければなりません。で企業は次の3つのマーケットで、えー、競争しなければなりませんが、えー、商品市場、 労働市場金融市場場金融ですねで、えー、商品市場というものは一枚岩ではありません。多様なローカルマーケットの集積です。だとしたら企業の中にダイバーシティを取り込んだ方が、えー、競争に勝つでしょう。それから労働市場においては働く男女にとって、えー、働きやすい職場である方が えー、労働者を引きつける魅力があるでしょう、えー、それから、えー、金融市場においては、投資家にとって魅力的な企業でなければなりませんで。だとしたら、利益率が高い企業が、えー、当然、投資家によって選ばれるでしょう。えー、ですから、日本の企業はこの3つの市場のにおいて、えー、負ける可能性が高いです。 えー、ですから私は今日本の経営者たちに、えー、このままだと、えー、日本はどんどん、えー、自利品になる一方だよというふうに、えー、言っています。で、まあ、それで、えー、今皆さん方が見ている日本はこういう社会です。GDP は、えー、中国に抜かれ、えー、それからドイツに抜かれトップはアメリカですが今や4位になりました。 で問題はですね、GDP のスケールはではなくて、国民一人当たりの GDP です。これがなんと、えー、世界、G、27位に落ちました、労働生産性も28位におり落ちました、男女賃金格差も大きく、ジェンダーギャップ指数も大きいです。 で今、日本の通貨は、えー、最新の149円ですね。で、まあ、そうなると、皆さん方が春節で日本に、えー、観光にいらっしゃると、えー、割安感を感じることができる。今、海外から来る旅行者たちは、えー、日本は、えー、安い、えー、安くて安全ないい国だの、いい観光の、 えー、観光地だっていうふうなことを言うようになりました。で、まあ、これをもたらしたのは日本の政治です。でこれがこの中で私たちは生きているわけですがその中で、えー、女性はどうやって生きていけばいいかっていうとですね大変面白いことにこういうデータがあります。えー、もしあなたが生涯に1人しか子どもを産めないとしたら、えー、息子と娘どちらを 選びますかと聞いた問いに対する日本人の答えがですね、えー、なんと女の子選考が圧倒的なんです。で、えー、これはうんと早い時期82年にすでに、えー、男子選考と女子,女子選考が逆転しています。でこれは東アジア圏では日本だけが得意です。 えー、韓国でも日本、あの中国でも、えー、男児選考が大変強いということは皆さんご存知の通りです。でじゃあ、女児選考というものはですね、えー、女性の地位が向上した証なのだろうかという問いを立ててみると、答えは NO です、えー。それはなぜかというと、えー、老後が非常に長くなりましたから、 えー、しかもまあ親は、えー、今日本の親は年金を受け取っていますので息子の経済力に頼る必要はないが娘の介護力に、えー、期待を、えー、高めるようになってきました、えー、それから今度は娘の方にも、えー、打算がありまして、えー、結婚出産したら 自分の親、これ、夫の親よりも、えー、妻の親の方が、えー、助けを求めやすいですから、自分の親に助けてもらって、えー、育児を、えー、助けてもらえるという、まあ、そういうですね、えー、親の思惑と、えー、娘の打算がマッチングした、だからまあ伝統的な女性の性役割が変わっていない結果ですから、えー、女性の地位があた上がった。 とは必ずしも言えません結果どういうことが起きたかというと娘は勝ってよりも負担が重くなりました今の娘たちにはですね親から2つの期待がかかってきています1つは息子並みの期待ですだからまあ女の顔をし,たけしているけれども息子並みに期待され教育投資をされ えー、職業的な成功を親から、えー、期待されるということになります。もう一つは、それだけでは十分ではない、えー。女としても成功しなければならない。それは妻として、母として、えー、ちゃんと子供を産んで、その子供がちゃんと、えー、育つという、えー。だからそうなるとで、しかもその上でですね、えー、最終的には親の介護が期待されるという、まあ、そういう中で、 娘の負担は、かって以上に重くなったというふうに言えるかもしれません。まあ、それで、えー、じゃあ、女性の,あの介護負担はどんなものかというと、このデータを見ますと、ですね、えー、介護する人たち、このデータは今、同居していたら誰が介護しているかって、配偶者、このデータは不完全なデータですななぜかかかジェンダーが書かれてないからです。 これ見ますと、ですね、えー、家族介護者のほぼ3分の2が女性である。これは、えー、妻、娘、えー、嫁ですね。でただしもあのこ、これ見ていただくと、今や介護は女性問題ではだけではないということが分かりました、えー。10人に3人は男も介護から逃げられないことが分かっています。こここののところ変化したのは、 嫁の介護は激減しましまたで、えー。夫の介護は妻がやり、親の介護は娘がやり、でえー、娘がいない場合には、息子も、えー、あるいは夫も、えー、息子も介護をしますので、男性介護者が増えてきたというのが、これが今の日本の状況ですで。この状況に対してですね、日本は鳥獣社会です。 えー、年寄りが死ななくなった社会です。今人生100年時代、えー、とまで言われていますで。そこにできたのが介護保険制度というもんですね。え保険というのはリスクと負担の再分配です。で、えー、あのそ,それがまあ、制度としてでできたというのはあの日本の国にですね、えー、90年代に、えー、まだ 国民の社会連帯があるということの証拠なんですが、えー、それを裏返せば何かっていうと、えー、このリスクと負担を国民全体が平等に分かち合おうねという、こういう社会連帯が成立しない国では、えー、こういう制度ができません。その国がアメリカです。アメリカには公的健康保険制度がありません。なんと国民の3000万人が、 健康保険に入っていません。で、民間健康保険に入らなければならない。その民間健康保険によって保険の内容が一しく変わります。えー、それから、えー、アメリカには介護保険というものも、えー、作ろうと思ってもできないでしょう、えーあの。アメリカの富裕層は民間介護保険に加入しています。なぜならば、アメリカのような格差社会にはですね、 えー、国民全体でリスクと負担を分けようという合意形成ができないからです。えーまあ、ですからあの、こういうことがあの、えー、できたっていうのは日本にとって非常に良かったと思うんですが、日本は、えー、介護保険ができてから24年経ちました。で、えー、あのこの中でですね、国民強制加入の介護保険ですから、 えー、無理やりにお金を取られるわけですねでその結果ですね、えー、初年度4兆円のマーケットが成立しましたでそこで食える人たち、えー、食える専門職が育ってきたいのですでしかもその中にですね、えー、あの市民が、えー、自分たちの手で、えー、手とアイデアで作り出した新しい介護メニューというものがね 登場ししてきましたでそれで、えー、結果としてですね24年の間にかってできなかったことができるようになりましたその一つがですね、えー、これです、えー、これが介護保険ができてから24年の間に私の書いた「お一人様シリーズ」っていう本なんですが、えー、あのまだこれは中国には紹介されていないようです。 皆さん方まだお若いからだと思いますがいずれ必ず年を取りますので、えー、この20年間私はこの「お一人様シリーズの本が、えー、たくさん売れましたっていうのは、えー、今や結婚した人たちでも最後は、えー、夫にし別されたら一人になるという、えー、子どもたちは出ていくっていう、まあ、そういう状態が、えー、どの人にとっても共通だということが、えー、分かっています。 で、きたからですねで、まあ、それで、えーあの、その中で何が変わったかというとですね、えー、お家で一人で死ねますかというと、えー、かつては家族がいないと無理ですねって言われていたのがですね、できるようになりました。で、まあ、それで、えー、この24年間の大きな成果はですね、現場の経験値が蓄積し、スキルが上がり、 人材が育ちましたそれだけのマーケットができたということですね。で、これは私は日本の財産だというふうに、えー、思っています。ちょっと具体的に中をお見せしましょう。えーまあ、これがですね、あの大変面白いのは、何でもない普通のお家です。しかも、まあ、相当狭くて小さくてみすぼらしいお家です。で、民家をそのまま使った デイサービスでしかも誰も断らない、えー、こ,のあのこの人は、えー、90代の認知症のあるおばあちゃんで、えー、こういうちっちゃい子どもそれから障害を持った人そんな人たちが一緒に、えー、過ごすというこういう、えー、サービスが市民の間から生まれて事業化されましたでこういう事業がボランティアではなく食える仕事になったのが 介護保険のおかげですでこれがホームホスピスで、これも、えー、お家にですね、えー、お家を1軒借り上げて、もうあのそのおじいちゃん、おばあちゃんを最後に見取るまで、えー、お世話をしようという、こういうものができました。で、高齢者のコレクティブリビングっていうんですね。で、それからそこにですね、えー、訪問医療、訪問看護。 訪問介護の多職種連携が生まれるようになりました、えー。このおばあちゃん、90代の認知症の入ったおばあちゃんです。この人がホームヘルパーです。で、この人が主治医で、この人が訪問ナースです。で、こういう人たちがこの人を支えています。だからこのの人は末期がんの えー、独居の男性です。この人が訪問ドクターです。私も一緒に行ってきました。で、この人は90代の足の悪いおばあちゃんです。日本の家屋は段差、えー、だらけでバリアフルですね、えー。とても車椅子なんか使えません。でもね、日本の家屋っていうのは畳の部屋で、えー、本当にあの、えー、こう張って歩けば何でもできるので。 えー、このおおおばあちゃんお一人で暮ららししておられました、えー、それからこれが、えー、生活保護を受けて暮らしている独居の方で、えー、そういう方たちをちゃんと、えー、ドクターナース介護職が支えるということができるようになりましたで、まあ、これが、えー、あの今、えー、日本が誇る介護保険制度なんですけれどもあのこの介護 えー、この介護保険が今、えー、危機に変していますので私たちはこれを何とかして守ろうと思っていますで、えー、あの東アジアにとって日本のこの介護保険の経験は、えー、大きな教訓になるかというふうに思いますでちょっとここでですね、えー、まああの育児と介護についての,あの、まあえー、こういうケアという、えー、重荷ですね えー、これを、えー、どのように配分してきたかということを国際比較してみたいというふうに思います。であの女性に働いてもらいたいというのはですね、えー、グローバリゼーションの大波をかぶった全ての国でですね、えー、マスト必須でした。で、えー、ただし女性を、えー、家庭から外に引っ張り出すためにはですね 女性を家庭に縛り付けているケアバーデン、えー、あのケアの重荷というものを女性の方から下ろしてあげなければなりません、えー、そのためには、えー、あのオプションが1 2つありまして1つは市場化オプションもう1つが公共化オプションですもう1つは、 いわゆるエガリテイリアンファミリー、えー、これ家庭内分配平等、えー、夫と妻が半分こするというものなんですが、これは男女の賃金格差がある限り、えー、これは非常に、えー、難しいです。えー、あの男たちは、えー、無償の家事労働に手を出そうとしないでしょう。で、えー、いろんな諸国はですね、過去半世紀ぐらいこれに対して、 さまざまな試行錯誤をしてきました。で、えー、夫婦に、えー、共に働いてもらった上で、えー、ケアの、えーあのー、主には公共セクターが背負いましょう。ただし税金は高いですよっていうのが、これが、えー、北欧モデルですね、いわゆる福祉先進国です。ただし税金は、えー、所得税率50%とか、 消費税率25%とか、えー、とてつもなく高いです。でもう一つは、夫婦が共に働いてもらった上でえで、ー、稼いだお金で、えー、ケア・サービスを商品として市場から買いなさいというモデルですね。えー、これが、えー、アメリカ、イギリスのような移民社会、アングロサクソンモデルです。 でえー、アジアにもあるのはシンガポールや香港の、これはでもエリートクラスですね。これ、移民労働者が入ってきて、チープレイバーがあるところでは、えー、このオプションが採用できます。で、最後に残るのは、えー、男性稼ぎ主型で、ケアは家族の責任ですというのが日本や韓国なんですが、えー、アジアだけではありません。えー、これは、えーあの ヨーロッパでは南欧、えー、イタリア、スペイン、ギリシャのようなところがそうですね。で、えー、日本にはですねあ、もう一つ最後にあるのはアジア型解決ってのがあります。Asian Type of Solution。これが中国と台湾ですね。えー、これはあの祖母力頼み。えー、祖母が、 あの孫の面倒を見る、えー、それで、えー、子どもの世代は夫婦が共働きで外に出るという、えー、これはアジア型解決になります。で日本にはこのどのオプションもないんですね。で従って結果として全ての負担が、えー、外に出て働くことも、えー、それから家事育児介護も全ての負担が 女性の方にかかってくるでこれが日本の女性が悲鳴を上げている理由です。で、私はこれを説明するときには、ジェンダーが他の外国における人種や階級の機能的投下物、うん、ファンクショナルイクイヴァレントとして作用しているというふうに説明するとよく分かってもらえますで。とても面白いのはですね、 この順番で出生率が下がっていくっていうことなんですね。で、見てください。で、これが国際比較。これが、あの、イタリアと日本とドイツ。もう、先進国の中では最低ですね。この3つは、かつての第二次世界大戦の時の数軸同盟国、いわゆるマッチョカントリーですね。で、じゃアジアどうかというと、アジアはどこも低いです。まあ、というのは、 えー、あのチープレイバーを使えるようなあの、まあえー、エリート女性の層は人工学的に非常にあの薄いですから、えー、結局のところアジアでは、えー、子どもはなかなか生まれないというこういうことになります。で、まあ、ここまで来てですねあと少しだけ、えー、中国は一体何に直面しているのかっていうお話をしたいと思います。で中国は今 えー、共産党支配のとの、えー、市場経済の社会です。えー、で、えー、そこで資本主義経済というものが入ってきまして、勝、えー、ってのようなですね、えー、社会主義のとにおける男女平等ではなくて、市場における男性選考が強まってきた結果、ジェンダー格差はおそらく勝ってよりも拡大しつつあると思います。 でかつてはですね、すべてのン数、えー、国営企業や、えー、あの農場に、えー、託児所があったんですけれども、えー、その公共的な託児所がどんどんなくなっていって、新しい、えー、都市型の託児所は、えー、あまり、えー、あの増えていません。でまあ、その中で、えー、夫婦共働きが えー、増えてきたのでケアの市場化というものが、まあ、登場したそのためには、えー、中国にはあの移民は少ないが移民に当たるような、えー、農村人口が、えー、大量にいる、まあ、ですから、まあ、ある意味国内グローバルサウスというものが、えー、存在するために、えー、例えばお年寄りのお世話をするための住み込みのメイドさんを えー、農村女性を雇うというようなことが起きているというふうに、えー、考えられます。でまあその背後にあるのは育児や教育負担が、えー、支持化されているプライバタイズですね、えー。私的な負担になっている。でしかもその上で、えー、あの子ども子育てを、えー、お世話してくださった助けてくださった、えー、高齢の親たちが えー、長生きするようになった、まあ、それで介護負担の増加と長期,長期化というものが起きてきた、まあ、その結果ですね、えー、一人っ子政策を廃止しても出生率が上がらないということが起きている、えー、というふうに聞いておりますが、えー、その分析としては結婚しない出産しない、えー、中国の若者たちが増えたのは中国も日本も 家族主義の社会です。家族に責任がある、えー、育児も介護も、えー、家族責任だと言われてた、そのか過度の家族主義っていうものは、家族にあまりに大,大きな重荷を負わせるために、その重荷をから逃れようとする人々。 あのそれを,、えー、を生んでしまう、まあ、ですから過度の家族主義は、えー、家族形成を忌避させる傾向があるというふうに、えーえー、あの言えるかと思います。 でまあ、最後にですね、えー、私が皆さん方に呼んでいただいたのは、多分このせいだと思います。私はこれでバズりました。で、この中でいろんなことを言ったんですけどね、えー、この私のスピーチのどこが受けたんですかと中国の方たちにお聞きいたしました。お答えはこうでした、えー。頑張っても報われない社会が一番アピールしたんだとおっしゃいました。えー、どういうことかっていうと、えー、今の中国は次第に。 えー、頑張っても報われない社会になってきている、まあ、その結果、えー、気力や意欲をなくした若者たちが、まあ、寝そべり族になっているというようなことが起きているというふうに、えー、お聞きいたしました。でえー、私は先ほどあの紹介者の方にあの 上野さんは紹介の必要がないと言われました。ノー・ニード・オブ・エントロダクションと言われましたが、もう紹介もしていただけなくなったんですが、まあ、その中で、えー、私があの中国の若い人たちに大変よく知られるようになった、えー、そのブームの、えー、理由が一体何なんだろうかで。私は社会学者でございますので、えー、自分の,あの上野ブームの 自己分析をしたいと思って分析してみました。だいたい以下の3つの理由があるだろうと思います、えーあの。これまで何度もですね、中国の読者と日本の、えー、読者との間に違いがありますかって聞かれましたけれども、私がオンラインでこういうやり取りをした過去の経験から言うと、違い以上に、えー、多くの共通点を感じます。それは何かというと、まず第一に、 改革、開放後の中国で市場化が進んで、中国の若い女性の経験、まあ、これは都市部の方学的女性に限りますが、ネオ・リベラリズムの下の資本主義社会に生きる日本女性の経験と似通ってきたんだと。その中には選択の自由、競争の激化、で、自己決定、自己責任のネオ・リベラリズム的なメンタリティ、その中にある で、えー、そのような競争社会に投げ込まれるにもかかわらず、えー、女性に固有の重圧結婚せよ出産せよでしかも、えー、実質的にある、えー、雇用差別というこういうことが、えー、日本と大変よく似ていると思いましたでもう一つは皆さん方が一人っ子として、えー、家庭の中でとても大事に育てられた娘たちだということですね で、えー、韓国の男性の著者で、えー、チェスンボムという人が私は男でフェミニストですというふうな本を出しておられて、その中にとても印象的な文章がありました。韓国もフェミニズムブームです、えー。その担い手たちは、家庭内では息子以上に可愛がられ、学校でも息子たちより抜きんでた世代だ。何にでもなれ、どんなこともできるから。 自由に言うみろと教えられたにもかかわらず、えー、社会に出てみたらあるいは結婚してみたら差別が待っていたというところに直面しているのがこの大臣に育てられた一人っ子世代の娘たちです。で日本も韓国もその点では同じです。で最後に、えー、まあ,あの日本は ヨーロッパやアメリカよりも中国に近くいろんな意味で、えー、あの共通点があり親近感をいた,い,ていただいているだけではなくて、まあ、中国にとっては外国ですから私が批判しているのは日本の政治や日本の家父調制であって中国政府ではありません、まあ、ですから、まあえー、その限りにおいては 安心して読めるのであろうというふうに今私自身を分析しておりますがまあ、こういうふうに言ってきてもですね私の本が皆さん方に読んでいただけるのは大変に嬉しいことですなぜならばフェミニズムに国境がないからですで、私の著作はそういう皆さん方の経験に表現の言語を与えたのだろう えー、そのために従って呼ばれたのであろうというふうに思います。しかしそれだけでは十分ではありません。私たちも欧米から学びました。学んだけれどもそれを直輸入したわけではありません。えー、日本流のフェミニズムというものを作りました。えー、ですから、えー、私の今の講演を聞いていただいている皆さん方の中からも、えー、中国にも自前のフェミニズム。 ネイティブフェミニズム、あるいはチャイニーズフェミニズムというものをぜひ、えー、にも作っていただきたいというふうに、えー、心から期待しております。これでちょうど1時間ぐらいですね。私の話はこれで終わりたいと思います。聞いていただいてありがとうございました。 Many thanks, Wino Sound, for this fascinating presentation, and thank you so much for introducing us the trend with very comprehensive data. And you touch on lots of questions that um, we receive from the audience during the registration, such as caretaking in the aging society, um, possibilities for the future with low fertility as the context. So thank you so much. Uh, you also already introduced the latest practice as well as some challenges in Japan, with some touch on the globalization picture so i'm sure the audience will already have lots of questions and reflections um, which we will be having a lot of time for the dialogue and also q&a later so if you have any questions please make sure you post on the q&a function using zoom and we will be collecting the questions and we'll be addressing that um, during the, the sections later so we will take a quick break now Oh, before we take the break thank you so much for the, our translators um, chihiro-san and takayuki-san thank you so much and uh, we'll take a quick break now we'll take a 10 minute break and we'll be back after the break continue with the dialogue thank you okay i'll be back in 10 minutes thank you thank okay. you so much rino-san